海外が感動する日本の力。たった500人足らずの兵を導き、20万人の敵を相手にその危機を乗り越えたある一人の日本軍人がいました。日本は素晴らしい指揮官に恵まれている。この小男はいつの間にか混乱を秩序へとまとめており、私は自分がすでにこの小男に傾倒していることを感じている。これは当時の北京城内でその小男と共に戦った英国人シンプソン氏の日記の抜粋です。そしてその小男の名は司馬五郎、日本の陸軍軍人です。その勇ましい武勲により欧米各国からも勲章授与が相次ぎ、欧米で広く知られる最初の日本人となりました。そして司馬は事実上の日英同盟のきっかけを作った影の立役者としても評価されています。一体この司馬五郎という日本人はどんな武勲を成し遂げたのか。日本だけでなく世界の歴史に名を残した日本人司馬五郎の伝説をご紹介しましょう。時は1900年、中国北京、義和団と称する反乱軍は清を助け外国勢を滅ぼすの旗を掲げ、世界各国の公使たちを北京城に追い詰めていました。20万人以上の大軍が押し寄せる北京城に立てこもるのはわずか4000人。とはいえそのほとんどが民間人であり、兵士と呼べる数は500にも満たなかったそうです。ところがこの圧倒的不利で絶望的な少数の籠城軍はおよそ2ヶ月間にわたり北京城を守り抜いてしまいます。何を隠そうこの危機的状況を指揮して乗り越えたのが、後にイギリス公使に北京籠城の功績の半ば、特に勇敢な日本兵に期すべきものであると言わしめたほどの人物、司馬五郎、その人だったのです。義和団と称する反乱軍は電信設備を破壊し、いよいよ公使館に迫ろうかという時、各公使館は清国に義和団を鎮圧するよう要請します。そして天津外交のタークに停泊中の各国海軍陸戦隊に派遣を要請しました。ちなみに北京にあった公使館は英国、米国、福国、盧国、土国、豪州、異国、蘭国、ベルギー、西国、日本の11カ国です。この11カ国の海軍陸戦隊計417名、日本25名が北京に到着します。世界各国の公使たちの入り乱れていた北京城内は大軍を前にして混乱の極みに達していました。上記11カ国からなる多国籍の人々が入り乱れ、まとまるものもまとまらない混乱状態です。さらにこの時代、日本はどちらかというと他国にはなめられた存在でした。作戦会議中、司馬五郎は冷静沈着で、そして黙って聞くばかり、そして時折せしぼん、結構ですなとぼそりつぶやくばかりなのです。しかしこれは日本がなめられているこの状況で高らかに発言しても意味はなしと分かった上での行動。司馬五郎の心は十分に練られていました。逆に今の状況で発言すると、小さな東洋人の発言が欧米列強の反発を招くものだということを十分に心得ていたのです。しかしそれでもなんと会議は司馬五郎の思い描く方向へと進んでいくのです。彼がぼそりとつぶやくたびに世界の列席者たちはその方向へと導かれていくことに気づきませんでした。
彼は玉の短い発言やうなずきにより場を支配していたのです。それほどの利があり、彼の落ち着きはいつしか皆の安心になっていました。まさにシンプソン氏が言うように、この小男はいつの間にか混乱を秩序へとまとめてしまっていた。そしてその秩序こそが北京城を最後まで一丸となって籠城させた源だったのです。そして間もなく西国義和団の一斉攻撃が始まります。そんな時、公使館外で最大のイギリス公使館に穴が開けられました。そこには婦女子や負傷兵が多くいたため、芝五郎中佐は安藤大尉以下8名に命じ、英国公使館に救援を向かわせます。ただでさえ広大な新農府を守るのに兵士不足だったにもかかわらず、英国公使館に即決で救援をやったのです。即決です。そして安藤大尉以下8名は完全と新国兵に切り込み、20名ほどをあっという間に切りつけます。この時でしょう、祖国日本の名誉を守り、三国干渉以降見下されていた欧米列強に日本人の優秀さを認めさせ、後の日英同盟のきっかけとなったのです。そしてここから各国の占領統治が始まりました。それは同時に各国の占領地での略奪強盗の始まりでもあります。この時代、それは当然で当たり前のことでした。しかし日本の占領地では一切の略奪強盗が認められませんでした。芝五郎中佐は厳しい軍律を持って人生を強いたのです。これにもまた各国の将兵が驚愕します。そしてこの噂を聞きつけた各国の占領地の住民が日本占領地へと移り住んできたのです。こうした日本の優秀さと信頼度の高さはやがて世界最強の同盟を誕生させます。黄色人種の貧国日本が世界最強の英国と同盟を結ぶのです。当時イギリスは栄光の独立を誇りに、どんなことがあっても他国と同盟を結ぶということはありませんでした。もちろん芝五郎の実績はきっかけであり、日本とイギリスの利害も一致しています。どういうことかというと、この時ロシアは満州全域をどさくさに紛れて制圧していきます。シナでの権益を確保したイギリスはロシアの南下を恐れていました。そして日本も満州を制圧したロシアが南下することは日本にとって脅威でした。だからといって信頼できない国とイギリスが同盟を組むなどありえなかったのです。ましてや同盟を拒み続けてきたイギリスが東洋の貧国と組むことは断じてありえません。しかしこの義和団の乱で見せた日本人の優秀さと信頼感はイギリス公使マクドナルドによって本国へ伝えられます。そして芝五郎中佐の北京籠城での活躍は世界に広く認知され、欧米各国で受賞のラッシュを受けます。またコロネル芝の愛称でヨーロッパで最も広く知られた最初の日本人となったのです。たった500人足らずの兵で20万人の敵を相手に、その危機を乗り越えた日本軍人芝五郎。日本は素晴らしい指揮官が本当に多く存在していますね。最後に芝五郎の輝かしい受賞経歴をご紹介しましょう。イタリア、エマヌエル皇帝より。
北京老城の功によってサン・ラザール三等勲章を受章。フランス、ルベー大統領より金の鎖付き金時計を受章。スペイン、皇帝より武功赤十字二等勲章を受章。ベルギー、皇帝より少子と武勲勲章を受章。ロシア、ニコライ2世よりあんなに二等勲章を受章。日本、明治天皇より金糸勲章3級を受章と、実に多く受章しました。日本人はやっぱり最高ですね。随時更新中。最後までご視聴いただきありがとうございました。この圧倒的不利で絶望的な少数の老城軍はおよそ2ヶ月間にわたり北京城を守り抜いてしまいます。何を隠そう、この危機的状況を指揮して乗り越えたのが、後にイギリス公使に北京老城の功績の半ば、特に勇敢な日本兵に期すべきものであると言わしめたほどの人物、司馬五郎、その人だったのです。義和団と称する反乱軍は電信設備を破壊し、いよいよ公使館に迫ろうかという時、各公使館は清国に義和団を鎮圧するよう要請します。そして天津外交のタークに停泊中の各国海軍陸戦隊に派遣を要請しました。ちなみに北京にあった公使館は英国、米国、福国、盧国、土国、豪州、異国、蘭国、ベルギー、西国、日本の11カ国です。この11カ国の海軍陸戦隊計417名、日本25名が北京に到着します。日本だけでなく世界の歴史に名を残した日本人司馬五郎の伝説をご紹介しましょう。時は1900年、中国北京、義和団と称する反乱軍は清を助け外国勢を滅ぼすの旗を掲げ、世界各国の公使たちを北京城に追い詰めていました。20万人以上の大軍が押し寄せる北京城に立てこもるのはわずか4000人。とはいえそのほとんどが民間人であり、兵士と呼べる数は500にも満たなかったそうです。ところが英国人シンプソン氏の日記の抜粋です。そしてその子男の名は司馬五郎、日本の陸軍軍人です。その勇ましい武勲により欧米各国からも勲章授与が相次ぎ、欧米で広く知られる最初の日本人となりました。そして司馬は事実上の日英同盟のきっかけを作った影の立役者としても評価されています。一体この司馬五郎という日本人はどんな武勲を成し遂げたのか。日本、海外が感動する日本の力。たった500人足らずの兵を導き、20万人の敵を相手にその危機を乗り越えたある一人の日本軍人がいました。日本は素晴らしい指揮官に恵まれている。この子男はいつの間にか混乱を秩序へとまとめており、私は自分がすでにこの子男に傾倒していることを感じている。これは当時の北京城内でその子男と共に戦った